篠原光選手です。こちらは日蓮推薦で、青山学院大学の所属です。南北選手の方は自衛隊の体育学校、自衛隊体育学校の所属です。両選手が今リング下に揃いました。女子ライトフライ級決勝の両選手を紹介します。赤コーナー日蓮推薦自衛隊体育学校ナミキ一気見、ナミキ一気見選手です。青コーナー日蓮推薦青山学院大学篠原青は篠原光選手です。さあ女子ライトフライ級、この2人が決勝を争います。ライトフライ級は50キロまでです。まあ、これは全日本の区分なんですけども、祖父さん、世界に行くとまたこれが微妙に変化したり、クラスがない時もあったり、例えばオリンピックなんかちょっと違うケースが多いですよね。そうですね、今回は多分オリンピックに沿ってやってると思うんですけど、はい、また微妙に階級が違ったり階級変更だったりいろいろあります。そういったことも考えながらこの試合を見つめていただきたいと思います。後ほどその体重などのご苦労のお話もしていただきたいと思います。さあ坪井さん、この一戦ですが、はい、どんなところが見どころになりますか。坪井さん的な目線で結構です。やはり並木選手はもう本当にオリンピックで銅メダル取られてますし、世界選手権でも銅メダル、アジア選手権でも銀メダル獲得されてますし、はい、やっぱり女子選手の中でもちょっとレベルが高いというか、頭が2つぐらい抜けてるかなって思ってます。で内山さん、見ていただきたいのはこの身長差なんですよ。そうですね、並木選手の身長差あんまり気にしない、こうスピードとパワーを持ってるんで、数字の上ではですね、14センチの開きがあります。まあ、本人はでもあんまり気にしないんじゃないですかね。そうですか、はい、さあ試合が始まりました。まあ、曽根さん、並木選手は153センチ、はい、こういう対戦相手が大きいというケースはまあ多いでしょうからね。そうですね、もうやり慣れてると思います。あ、さあ戦ってきました篠原光。篠原選手はですね、階級の中ではまあ長身な方なので、この長い距離を生かしたパンチを確実に当てていきたいというコメントを出してくれました。篠原光、本当に上手な選手なんですけどね、この青の篠原光。もう兄貴はもう足が止まらないですからね、やっぱりオリンピックの時も。そして馬力もありますよね。あります、パワーもありますね。もう非常に活発なボクシングを展開しますが、それさん、今これ何のチェックですか。今ちょっとローブロー気味だったので、もうちょっと上をボディ打ちなさいっていうことで注意です。はい、注意です。はい、よく圧倒的に何気が相手の懐で戦います。こういう戦い方はいつもの戦い方と言っていいですか、坪井さん。そうですね、並木選手はもう本当にいつも足をこう使いながらフェイントをかけて自分のリズムでどんどん強打を放っていくっていうスタイルだと思うので、まあ、並木選手の展開かなと思います。いや、内山さん、ずいぶん距離取ってますね。そうですね、まあでもやっぱりちょっと身長差で少しやりづらそうにしてますよ、なんか。あ、やっぱりそういうこと。はい、ああ。戦績は南選手はもうダントツで82セント相当すごいですよね。すごいですね。内山さんってアマチュア時代は何試合ぐらいやった。僕で120ちょっとだったんで。すごいですね。はい、あ、社会人の元で入れてるんですね。そうですね。はい。すごい、その何戦ぐらいにされてます。自分も90ぐらいだったと思いますね。まあ、ほとんど勝ってらっしゃるんでしょうね。まあ、アマチュアは勝てば勝つと毎日毎日試合があるんで。なるほど、なるほど。中に入ってきました並木、いい飛び込みを見せます。そうですよね、したがってこういう大会などはトーナメントですから毎日試合があります。坪井さん、怪我とかは怖くないですか。やはりヘッドギアがない分、本当に目のパットっていうのは結構ネックになってくると思うんですよね、試合を重ねてる。男子の場合ですよね、それはね。男子の場合。女子はその危険な、まあ、リスクがないと言ってもいいですか。ないとは言い切れないですよね、やっぱり。女子選手も、まあ、いいパンチ打ったりする選手も多いので。ボディ、そして離れていきます。うまいですね、今のボディ。はい、今、ポーンと飛び込んでボディ打って、ポーンと出てきます。はい、こういうことはやっぱりポイントになりますよね。鮮やかな動きですもんね。そうですね、審判にとってすごい見せてる動きといいますか、ポイントつけやすい、いいボディだったなと思います。あ、まあ、はい、まあ、よく足動きますよね、本当ですね、はい、非常に活発です、並木月見。これで東京オリンピック銅メダルを獲得しました。1回飛び込む、いやー、ボディへのストレート綺麗に決まりました。
これは第1ラウンド、内山さん、並木選手のペースで戦ったでしょうね。どうですかね、まあ、ちょっとジャッジの、ね、ポイントがやっぱり10対9、そうですね。あ、今、ポイントが出てるんですが、うん、あ、4番目も赤、並木、5番目もそうですね、5対0ですね、第1ラウンド終了したところで。まあ、確かにあのジャッジ の感覚とこうやってちょっと離れたところから放送席といえども離れてます。あの坪井さん、ギャップが出るときはありますでしょうね。あると思います。やっぱ下から見るのと全然違うんじゃないかなと思うので、はい、あと内山さん、あの特に戦ってる選手はですね、はい、あれ今取れて、最終的にジャッジを見て、ジャッジペーパーを見て、はい、あれ取れてなかったのかみたいな、そういうのもよくありますね。はい、自分の中でもらってないと思っても、ちょっと周りからで少し当たってるように見えたとか。あ、難しいですね、本当に。なんて言うんでしょう、言葉が適切ではないかもしれませんけども、坪井さん、あの、はい、パーンと当たって、はい、当たったぞとか、あるいはこう、はい、今あの下がってるのは追い込まれてるんじゃない、距離をあえて取ってるんだという演技でしょうか。はい、そういうこともパフォーマンスも必要ですよね。アマチュアボクシングにおいてやっぱ3分3ラウンドっていう短い時間しかないので、やっぱりそういった演技も本当に、なんだろう、ジャッジにこう私が立ってるんだよっていう見せつける一個の大事な武器なのかなと思います。それがその自分のボクシングの見せ方というね、はい、あの各選手そういう言葉をよく使うんですけれども、はい、よっと飛び込んできました。今当たってはいません。ちょっと頭を気をつけなさいというレフェリーです。篠原選手はこの並木選手のこう動かれる前に調子を生かして、今のようなストレートをどんどん打っていかないと、ちょっとこのラウンドも厳しいのかなと思うので。内山さん、今の打ち下ろしのストレートは綺麗だし、当たれば効果抜群でしょうね。いや、怖い感じですよ。これだけの距離から、さあ並木はいつ飛び込んでいくのか。サークリングします。でこう動いてやりづらいなと思って、先に打たれちゃったらやっぱ印象悪いんで、はい。本当にこの福祉の今どっちが坪井さん有効ですか。有効は何ですか。今並木選手のオーバーのカウンターが入ったように見えました。そういう微妙なところ、5人のジャッジがどう見てるかっていう。そうですね、後ろから見てる間だけは見えないかもしれない。そうですね、それは思います。はい、リングサイド四方に5人の方がいます。ですから一辺に2人のジャッジがいる、そのコーナーもあります。コーナーというか1点がそういう風な配置になっています。第2ラウンドです。この戦い方は並木さんの戦い方と坪井さん言っていいでしょうか。そうですね、並木選手のいつも通りのいいペースでの足さばきからのボクシングだと思います。はい、並木はいつものように距離をたっぷり取りながら、そして飛び込んで、また飛び抜いて、そういう動きをしています。あれが動かれたらやりづらいですよね。相手がやりづらいですから打ち合わせのやっぱりこう対戦者として見てるような感覚ですね。そうですね、なんか相手が動かれたら本当に的を定めるのが大変だなって言うんですよ。あ、そういう時は内山さんだったらどうするんですか。まずいや、まあ打つと頭が当たった、打つしかないですよ。ダイナマイトパンチを慶応ダイナマイト内山隆さんと共にお伝えしています。そして、この大会では確か坪井さんは4連覇ですよね。はい、そうですね、大学時代に4連覇させていただきました。4連覇のこのバリバリの現役バリバリの坪井豊さんとも一緒にお伝えしています。さあ第2ラウンド間もなくです。いつ飛び込むのかっていうのがちょっとこの試合を見る上でのなんか楽しみになってきます。並木選手、今もうそれがなしに終わりました。このラウンドは並木選手がさらになんか調子が上がったような見えましたね。やっぱり動きも活発になりますよね。そうですね、次のラウンドで本当に、ね、バンバン手出していかないと、はい、普通にちょこちょこ当ててるぐらいでポイント取り返せないんで、はい、あ、坪井さん、やっぱり5人のジャッジ皆さんが赤の並木選手ですね。うん、そうですね、これで20対18が5名ということになりました。これを返すのはこれまでの流れからするとちょっと難しいかなというところなんですが、はい、それをやっぱり乗り越えないと、そうですね、この先は、ね、ありませんから、もう倒すしかないと思うので、もう次のガンガン行っていくしかないですね。今コーナーの並木選手の横側は映りました。いい表情をしていました。あれね、お伝えし損ないましたけど、確かミッキーちゃんのバス、倒したんだと思うんですよ。大好きでなんか、今回の多分あれの色は多分そうだと思うんですが。さあ、
ラストラウンドです。ファイナルラウンド。その辺のところ、まあ勝負は勝負ですけれども、それ以外のところ、横顔、今私の放送席横にいらっしゃる坪井さんも非常におしゃれです。うちはまだおしゃれなんですが、やっぱりどうですか、普段はそういう皆さんいろいろだと思いますが、服装に気を使う人、おしゃれな人、様々でしょ、やっぱり。そうですね、戦いの中に生きる選手たちでも。並木選手と後輩だとおっしゃってましたけど、はい、内山さん、交流、言葉とか感じたことは。僕が世界チャンピオンだった時に高校生だったんで、はい、学校行って、都会高校行って、はいはいはい、話したりしてましたね。そうなんですか、はい。どんな印象の彼女だという、そういう。いや、なんか普段本当にすごい笑顔で、なんかおっとりしてそうな感じなんですけど、試合になるとすごく気が強いって感じです。はい、うわ、すごい大きく回ってます。もう俺、シドナルに本当に行かないと、はい、はい、打たれてもいい、倒されてもいいって気持ちで行かないとダメですね。そうですね、もう行かないとダメですね、見てる気もないと思います。坪井さん、この並木選手はこの戦い方でいいわけですね。そうですね、並木選手はもうポイント的には取ってるので、はい、あとは自分のリズムで動きながら当てるところだけ当てるっていうボクシングをすれば、まあ問題なのかなと思います。相手に2点を許すような戦い方をしなければ、たとえこのラウンドを落としてもいいわけですね。そうです、問題ないですね。アンツー打ち込んできます。それは私は今みたいな感じで、もうガン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 行きたいと思います。結局この十分な距離を生かせずに 1,2 ラウンドは過ごしてしまいました篠原ひかる。まあもちろん何とかしようという試みはしたと思うんですけれども、ここまでは内山さん、それが成功しているとはちょっと言いにくいですよね。はい、そうですね、ちょっと難しいですね。まあ、あんだけ動かれたらね、やっぱり本当に追いづらいですよね。得意のカウンターもここまで不発に来ています。篠原ひかる、後ろはロープです。ここから抜けていくんです。これは単純に内山さん、はい、足が速いという表現でもいいですか、はい、並木さん。速いですね。こういうフットワークの軽さというのは、坪井さん、はい、例えば 100m 走らせたらやっぱり速いもんなんでしょうか。速いと思いますけど、また別なのかなと思います。思います。ボクシングにおいての足の速さっていうのは。そうですね、100メートル横に走るわけじゃないですからね、これ横によくね、サイドステップ踏んだり、いろいろな動きを絡めています。そうですね、また飛び込んできました。激突します。ああやってサークリング、距離を通って戦いながらも、ちゃんと今も左が当てました。並木です。坪井さん、しっかりとポイントは、見せるところは見せて、ポイントを上げようという。そうですね。でも篠原選手も多分対策はしてると思うんですけど、それをやっぱ並木選手がさせないというか、多分やっぱりうまいですね。まあオリンピック銅メダリストですからね。そうですよね、レベルがちょっと、いやー、ここ3ラウンド目内山さん、やっぱり、はい、並木選手ペースだったんですね。 そうですね、やっぱこうどうしても篠原選手は前に前に手出すと行こうと思うんですけど、並木選手は足使って足使って、また打とうと思ってる、はい、瞬間に先に並木選手が手出すという感じですかね。さあ、女子のライトフライ級の一戦でした。赤並木月見、青篠原光。ただいまの代表は5-0のエナニメージセッションによる勝者、赤コーナー、並木月見。並木月見、優勝です。決勝の舞台で篠原ひかる、青山学院大学所属の篠原を下しまして、5-0という判定でした。自衛隊体育学校所属、並木月見が見事優勝いたしました。まあ本当にスロー VTR で見ましても、あ、今これ点数ですね。これあ、3ラウンド目ちょっとジャッジによってはバラつきがありますけど ね、まあ、ちょっと逃げてるっていうのを少しそっちに取ったかもしれないですね。はい、両選手が引き上げていきます。これはしかし曽根さん、並木選手はあれでしたね。そうですね、やっぱり自分の戦略というか自分のボクシングを徹底したっていう試合だったと思います。まあ篠原選手は内山さん、これをいい糧にしてね、また次に。いや、まだまだ、ね、まだまだね、戦績もそんなに多く試合してるわけじゃないんで、まだまだこれからだと思いますよ。ワンツーを放ってポーンと飛び込んで、飛びのくその動き見事でした。並木月見、見事な決勝戦での試合であります。今ドクターチェックなどを受けているところです。
女子ライトフライ級の一戦は並木月海が篠原光を下しまして、見事な優勝を飾りました。